春に搭載された、試作砲。マーク7155後継長8インチ砲は、アメリカ海軍が開発していた、関西砲システム。大後継計量砲として、退役が進む、大戦型巡洋艦に代わる強力な対地火力を期待されたが、命中精度や予算上の問題のために配備には至らなかった。第二次世界大戦後、水上戦闘艦は、対空。 大戦任務を重視するようになり、艦砲射撃に有利な大航警報を搭載した艦が新造されることはなくなった。しかし、大航警報搭載の大戦系巡洋艦は収益を継続していたことから、大地火力投射任務にはこれらの艦が重当されており、朝鮮戦争やベトナム戦争においては大きな成果を上げた。しかし1970年代に入って、 これらの大口径砲搭載の巡洋艦が退役を開始した。8インチ砲搭載のボストン級、ミサイル巡洋艦は1970年に揃って、退役、デモイン級従巡洋艦は1975年までに退役し、6インチ砲搭載のプロビデンス級、ミサイル巡洋艦も1974年までに、ガルベストン級、ミサイル巡洋艦は1979年までに、 退役した。九百六十七年度から七十五年度で、巡洋艦八隻、駆逐艦百五十六隻の退役が予定されており、これにより八インチ砲十二門、六インチ砲二十四門、五インチ砲七百二十三門の弦となり、重砲火力は半減すると見積もられていた。ベトナム戦争において、大口径砲の対地火力投射能力を再確認したアメリカ海軍は、 これらの大戦型巡洋艦の退役を見越して、1965年より、駆逐艦級の艦艇に搭載できる大口径砲の開発を開始していた。当初は陸軍の M113-175mm カノン砲の派生型として60口径 175mm 砲を計画していたが、結局は艦載用として新たに 203mm 砲を開発することとなった。 開発は FMC 社によって行われ、プロトタイプは1969年に完成し、NSWC での陸上試験が開始された。本法システムは、新しい軽量な8インチ法と、砲塔などの付随的システムによって構成される、自動砲システムである。8インチ法は55口径長で、ペンサコーラ級以来でも陰級に至る、従順洋艦で搭載されてきた砲と同じ。 高身長である。ただし、重量はデモイン級のマーク16の半分程度にまで軽量化された。砲塔もマーク16が装甲板を備えた大重量のものであったのに対し、アルミ合金製の軽量のものとなっている。砲塔の形状は基本的に円錐形だが、後方には法備部を収容する突出部がある。砲塔内には通常は人員は配置されないが、 塩水部両側後方部には、メンテナンスハッチが設けられている。砲塔下方には、直径4.2メートルの弾薬ドラムが設置されており、ここに75発の速横弾が収容される。弾薬ドラムへの弾薬の装填は4名の、球弾種により、人力で行われるが、弾薬から砲への装填は、完全自動式である。なお、使用される弾薬は、半固定式である。 初言作動機構性能砲弾、創薬運用自然部砲塔マーク718インチ砲に、換装した DD-945 春1975年より、フォレストシャーマン級駆逐艦、春での養生試験が開始され、完全部のマーク425インチ炭素速射砲に、変えて、マーク718インチ炭素砲が搭載された。射撃式装置としては、 従来マーク42法において使用されてきたマーク68にマーク155弾道計算コンピュータを付加して使用した。アメリカ海軍はこの養生試験で本砲システムの有効性を確認し1977年度予算において40機の調達を計画した。また1970年度から建造されていたスプルーアンス級駆逐艦は51番砲を 完走することを見越した設計となっていた。しかし米海警監査員は、命中制度を問題視し、また40機で7億1800万ドルという巨額な予算を要することもあって、1979年に入って海軍は調達を断念し、春に搭載されたものも、翌1980年までのオーバーホールによって、元のマーク42砲に戻される形で撤去された。 生徒マーク71のパテントを海上自衛隊が買い取り、方針延長や発射速度増段などの改良を加えて採用した80式60口径20センチ砲が登場。80年代に超大型護衛艦ヤマトに対して行われたイージュスシステム搭載などの大改装の際に、 それまでの大和複砲である60口径3年式15.5立方センチメートル連装砲に変わる形で環境構造物の前後と両言部に軽4機装備される。ありがとうございます。